B ペンナ、マリナ、ハン、ヒリュウシダ属ブレクナムは、シシガシラ科に所属するシダ植物の一群。タンウジョウ副葉の葉をつけ、放射能群は、デッペンの中六に沿って伸びる。根茎は直立するかまたはわずかに匍匐し、多数の葉を密生する。幅が狭くて絵が滑らかな輪ペンをつける。一部には、木製シダになる種がある。葉は多くはタンウジョウとなるが、単葉のものもある。 発出はやや厚で、側右辺は数が多く、それぞれは細長くて円が滑らか。主軸や右辺の軸の表に溝があるが、それらが互いに流れ込むようにはなっていない。葉脈は有利しているか、胞子能群でつながり合う。栄養用と胞子用が分かれるものと分かれないものがあり、区別がある場合には、胞子用の方が右辺の幅が狭い。放射能群は細長く伸びた形で、 中六に沿って伸びる。方膜は、胞子のオ群を折って細長く、中六の反対側で歯につながり、中六に向かって劣開する。獅子頭科の中では、本属は最も多様性に富み、大部分が南半球に分布する。大きさでは、ニュージーランドのビーナイグラムは、歯の長さが10センチメートルにしかならず、他方で、チリのファンフェルナンデス諸島に、 固有のソテツバシシガシラビーシカディフォーリアムは木製シダで高さ1.5メートル以上、茎の小道は20センチメートルに達する。約200種が知られる。このうちで栄養用と放射用の2型が明らかなものだけをまとめてシシガシラ属ストルーシープタースとする扱いもある。その場合、この属には約150種が含まれる。ただし、 本家のうちでこれらの属に含まれるものの禁煙性は明らかなので区別すべきでないと岩月編は述べている。日本には以下の五種がある。ただし、白シ田については疑問とのこと。ちなみにこのうちで葉に苦型がないのはリウシ田のみである。食用とされるものもあり、ニュージーランドでは B キャプンスの新芽を蒸し焼きとし、オーストラリアのアボリジニは ヒリュウシダなどの根茎を食料とした。ヒリュウシダは、東南アジアでは、虫下しや、膀胱炎の薬としても使われた。同様に薬用とされた種が他にもいくつかある。観賞用として用いられるものもある。ブラジルシシガシラビーブロジーリームセやギップムビーギブムが、よく知られる。後者は、木製シダになり、高さ90センチメートルに達する。ブレクナムエルトラーピコス以下。 記載は、岩月編、P155 クリタ、P37 田川 P143 岩月編、P155 岩月編、P155 クリタ、P37 高橋 P594? ありがとうございます。